はい、こんにちは、ピースのガクトです。本日はですね、先週かな、オークションから社長の方が買い付けしてきましたダイハツムーブカスタムターボ L900K というモデルのね、平成14年式のこちらのね、またまたなんとも面白いお車。今日はね、こちらの車何をするかというとですね、じゃじゃん。あ、どうもこんにちは。ちぐちです。あ、違います。組山さんです。いつもお世話様です。お世話になっております。え、今日何ですか？今日はですね、はい、こちらのムーブ。ムーブですね。はい、ムーブカスタムのターボですね。ターボです。面白い車でしょう。はい。組山さん大好きだな。僕こういうの大好きですね。大好きですね。好きですよね。でもね、しかも高級かな。そう。こちらの車ね、ふめもさん今日来ていただいたんで、そうそうそう、ちょっと点検の方してもらおうかなと。ね、するっていうことで、ね、はい、ね、マニュアルなんですよね。そうなんですよ。珍しい、ま、マニュアル。マニュアル。ね、あ、最近ね、マニュアル車ね、なかなかないですからね。こういったのも珍しくなってきましたけど、ね、マニュアルなんてね、最近乗ったことないなっていう人、懐かしいなっていう人はぜひね、ふめもさんのことを思い出してください。そんなにね。ほら、ふめもさんのことを思い出せば、ふめもさん、あ、そういえば、ふめもさんもマニュアル車大好きだったなってね、はい、ほら、ちゃんとここにふめもさん言いますから、ほら、ほら、あ、で、ちゃんとシフトすることにふめもさん喜びますからね。また NG になっちゃいます。ダメだ、カットされますね。カットされます。ということでね、さっさとね、点検しに行きましょうね。でも、はい、本当にこの車でマニュアル、面白いですね。面白いですね。ね、はい、ふめもさん、あ、お疲れ様です。はい、はい、ではね、これ、今ね、ニュースの方にね、あげましたけどね、はい、まずは点検ということで、はい、エンジンルームの方からね、簡単に点検の方で、まずね、見ていきましょうね。はい、うん、まあ、エンジンルーム、梅本さん、いつもどこから見るように。まずね、油脂とか、はい、そういう、はい、冷却水とか、そういうね、はい、関係から見ていきますね。はい、まず、これはね、ブレーキのマスターシミかリザーバータンクになりますけどね、はい、うん、まあ、入ってますよね、マックスまでね、はい、うん、まあ、非常に綺麗です。あと、ファーステアリングのフルードなんてもね、うん、これレベル入ってるのかな、真ん中ぐらいまで入ってますからね、はい、大丈夫ですよね。あとウィンドウォッシャーなんてもね、半分、うん、もうこれは後で足しておいた方がいいですね。うん、ね、冷却水のリザーバータンクなんかもね、うん、はい、この辺、まあ、空っぽ、あ、うん、ちょっとこれもね、補充しておきましょう。後で補充するよね、うん、じゃあ冷却水とウォッシャー液の方は後で補充する感じですね、うん、はい、で今ね、ふめもさんの手元動画を撮ってるところでございます、うん、はい、じゃあね、どんどん先進めていきましょう。そうです、進めていきましょう。はい、はい、はい、今、ね、カバーまでね、カバーまで外しましたね。あと、あれだね、ね、ダイハツさん、この辺りね、すぐダメになっちゃうってよく聞きますけどね、コイルが弱い、コイルがね、ダイハツさんの、うん、やつは弱いんだっていうのね、社長よく言ってますけどね、言ってますね、まあ、ね、3本点検して、うん、そうですね、そう、全然ね、ギャップっていうかね、減ってないから、先端ほら、まだね、綺麗綺麗綺麗ですね、うん、これ減ってると、このギャップって言ってね、隙間が大きくなりますからね。メイン時はね、エアスリルとかね、使わない方がいいですね。もう、縮めで、うん、しっかり、うん、そう、キュッキュッとね、トルクレッチ本当に使いたいけど、うん、ふめもさんね、テルクレッチって言ってね、手の感覚だけで締められるんですテルクレッチ。そうそう、社長、社長こんにちは、こんにちは、今日ふめもさんにちょっと手伝ってもらってます。そうですね、ふめもさん、ありがとうございます。いや、本当楽しくね、作業やってますよ。 ありがとうございます。もう面白くしてね、面白くて、ふめもさんに点検かけてもらってね、うん、そうですね、ふめもさんが点検する特別カーですね。、うん、特別だよ、本当だよな。で、下回りのね、はい、点検など進めていきましょう。を揺すって、うん、こう、あ、これもね、ちょっと引き継ぎ方なんですね、見ましょうね。まあ、ガタがないよね、はい、前の方からね、して前ちょっとね、見ていきましょう。はい、まあ、こうか、そうそうそう、うん、このベルト、これね、整備はね、前のお姉さんやってるんだね。張り具合はいい感じ、うん、そうそう、うん、テンション十分。あー、本当に充実とかそういうのないもんな。うん、じゃあこっちから背中から見てもすごく綺麗。よかったよかった、うん、ね、ちょっと、あれなんだろうなって感じが、サビが結構ある。ちょっとね、あれちょっとガクトク、はい、こういうのとか、どこ、こういうの、 あらあらら、ら、これどんどんね、めくれてきちゃう。ふめもさん触るたびにほら、ボロボロ、あー、顔にサビが、あ、危ない、もう、今とんでもないで、ちょっと発見してしまいましたね。サマリが ね、うん、ね、そう、ほら、見て、これ、ほら、ね、あー、これちょっと、これね、ふめもさんのお手手がね、フレームの中に入っちゃうんですね、これね、ほら、あー、
これダメだ。あ、これちょっとこっち側から見ても結構え、あー、こっちから見てもがっつりこれはがっつり開いちゃってるんだ。下回り、サビ、穴までは分かってた。あ、これはダメだな。フレームにね、がっつり穴が開いてますよ。こっち側もですね。これは失敗ですね。せっかくだけど。あ、こうなってくるとですね、車検って この頃っていうかね、はい、昔の、これね、私も昔よくこのモデルのやつ買ってて、はい、そこのところのサビ穴、やっぱり結構ね、はい、ありましたね。あー、もともと多いような。いや、サビでっかなと思ってたけど、いや、ここまでダメだと思わなかった。外から見て綺麗だったんだけどね。そうですね、外見は。ボディが綺麗だったもんね。いやこれは。思ったよりも。どう？こっちかも。あ、こっちかもサビがひどいんだ。これ、これ学長。はい。学長。はい。こういう失敗、あります。本当ですね。ね。まだ点検の段階でこうやって気づいたからやったね。そうですね。いや、すごいな、これは。久しぶりに見たな、こんなひどいの。メモさんもね、こういうの見たことないです。これやばいでしょ。正直、これやばいですね。これやばいわ。昔、こういうのね、何回か見たことあったけど、本当にひどいね。ねこれ、ちょっと最後撮ってみちゃって、これ、はい。これはすごいよ。ほら。ああ、すっごいな、この穴。思って近くでこう。あ、どんどんね、サスペンションの隣とこ、これはもう無理。こういう車は乗れないね、危ない。すんごいがっつり穴ですね、もう。エンジンの方が良かったんだけど、エンジンはね、非常に綺麗だったと思うんですけど、これな、これオークションのリスト映せないけど、はい、リスト映せない。これオークションから買ってる車ですね。あ、はい、リストな。どうしてもその、まあ映せないんだけど、一応サビ回り、あ、下回りサビ穴までは分かってるんだけど、はい、ネットからの落札で、あ、まあ、ちゃんと現物確認見ないと、こういう古い車の時はこういう風な、まあ、くだらない失敗だな。なるほど。落とし穴。でも、ね、ネタにはなりましたよね。いや、ネタにはすごいね、本当に。いや、これはすごいわ。うちでは見せませんよ。久しぶり。こんなに悪いの久しぶりです。おいしい。うん、前、外から見た感じは綺麗でいいんだけどな。そうですね、本当に。これはすごいわ。まあいいや、しょうがない。曲るところはもうダメですね。これもうパッソリ。パッソリ。パッソリですね。まあいいや。とりあえず、あ、本当はな、生かしたかったけど、うん、しょうがない。まあいいや。じゃあとりあえず、あとはじゃあもう諦めてください。ここあとはパッソリ、パッソリ。そうですね。はい。とりあえず。はい。はい。いい勉強というか、こうやっぱりね、外部落札だとこういうことがあるんでしょうね。やっちまいやっちゃった。社長です。勉強不足です。勉強不足。本気で悔しがってますね。だってさ、四駆マニュアルターボ、最高ですよね。これ美味しいの入ったなと思いますよね。なかなかこういうのねえからさ、行かしたかったんだけどな。でもあれだもん、残念だけど、やめましょう。売り物になんないです。そうですね。こういうのっちゃったらトラブルの方がダメだ、こういうのは。いや、まあこんな社長でもこんな失敗がね、はい、あるみたいです。あ、本当ですね。俺もこうやって失敗するのがもう分かったけど。俺も怖いですもん。そっち失敗してます。いやー、まあ、いいけどな。そうですね。うん、梅本さんにもせっかく協力していただいたのに申し訳ないです。じゃあ、とりあえずこの車はこれで終わり。終わりです。はい。じゃあとりあえず梅本さん、あと時間のまた持ってきます。はい、じゃあ、ふみえもんさん、ね、さっきのムーブはね、大変でしたけど、残念でしたね。まあ、切り替えて、うん、切り替えて、次の面白い車、面白い車ね、やっていきましょう。うん、車なかなかね、はい、見ないっていうかね、これなんでしょうね、これアルトでしょうね。アルトですね。しかもターボ、しかも、なんだろう、このグリル。これ懐かしいですね。アルト C っていう車なんですね。アルト C? うん、アルト C。あのね、クラシックタイプのね、なんか、オークションの方では、あると HB って書いてあったと思うんですけど、これは何なんですかね。 HB なんでしょうね。ハッチバックの意味じゃないですか、ね、ああ、そういうことなんですかね。まあね、ファイブドアハッチバックになるからね。 C ターボね、車の名前はアルト C っていう名前なんです。うん、で、ターボですね。ターボチャージャー、うん、ターボね、シングルカムのターボになりますね。ちょっとね、外装見ておきましょう。そうですね。いろいろね、まあまあ古いですからね。この辺はね、すっぱげてますね。すっぱげてますね。まあ正直全体的に綺麗な車ではないですね。なかなかね、じゃあサクッとね、点検の
あ、でも文山さん待って、これ修復歴の方がフロントに出てたんですね。フロントね、この辺、そう、フロントのね、なんだろう、フロントパネル、フロントインパネ、インパネカシューって書いてあるな。あとコアサポート、うん、クロスメンバーだから前のあたりね、あ、前のフレーム部分で、まあ直したとこ。でもさっきちょろっと見た感じは、この辺直してやるっていうようなこと言ってんのかな。この辺、この辺とかですよね。見た感じは分かんないね。まあまあしっかり直されてるんでしょうけどね。まあ一応修復歴の方も一応フロントとこあった。ね。はい。ね。下回りの、ね、点検から進めていくんですけども、さっきの、ね、ムーブが失敗しちゃったんで ね、 失敗したんでね、先に下回りから先に、ね、下回りから点検して、やっぱりねこれも20年以上前の車になりますからね。このオイルビタビタじゃないですか。すごいね、これ雫になってるから完全に漏れですよね。この状態だともう完全にね車検は通らないので、こっち上もすごいんじゃないかな、うん、そうそう、ほらすごいねこれね。あ、もういろんなところにオイルだらけだね。あ、ビチャビチャになってますねこれ。あらららあらららら、あらららじゃないよ、本当にこれ冗談じゃない。うん、そうね、オイルブロックって言ってオイルエレメントの、ね、下にね、まあまあこれオイルクラになってるのかな、うん、その付け根あたりからねだいぶなんか漏れてるような感じですよね。それはね、うん、そこはパーツ交換かけないと、部品交換しないとダメなんじゃないかな、ね、車検も取らないんだよね。うん、だからいくらなんのって感じですよね。だね、とりあえずじゃあここは仕上げすれば交換になっちゃうですね、うん、その他にもあとなんか、ね、うん、ブーツ関係とかですよね。まあこの辺はね簡単にね、タイロットエンドブーツとかね、はい、ジョイントブーツなんかはね交換できるでしょう。まずね、あとお金のかかりそうなところでいくと、これマフラー、あー、マフラーね、これ絶対穴開いて排気漏れ起こしてねビチャビチャになってるよね。なってますね、うん、この辺なんていうのね、うん、そっ、まあ中古で出ればねこの辺は安く交換できるんじゃないかなって思うけど、うん、まあ、それにしとってもね、いろいろ手加えていかないと、こういったね、やっぱりね、旧車になるからね、20年以上前の車になってくると、うん、そうですね、お金ってかかってくるよねっていうふうな、まあ、古い車なんでね、うん、とりあえず、うん、今日は点検ということで、またその、まあ、交換する部分、うん、まあ、あの全部出して、ね、まあね、金額的に折り合いが、あえば、最終的な仕上げまでやっていこうかなと思ったんですけど、とりあえずね、うん、その辺も含めながら点検の方は進めて、うん、ね、いきましょうね。はい、オイルもこれ上からもちょっと滲んでる感じは、ね、ヘッドカバーパッキンなんて、うん、そうだね、やっぱりそう、うん、滲んでるよねこの辺もねだいぶね、あー、コペコペって感じだな。なんだかんだやっところはいっぱいある、いっぱいあるから、まあダメだったら、あの、ダメ、うん、売んないって社長も言ってたんで、そうそうあの、ね、点検して、もし売る、ね、仕上がりそうな場合は、まあ、店頭に出そうかなと思ったんですけど、エンジンオイルだってこれメンテナンスしてんのかな、半分以上減ってるよねっていうね、めちゃめちゃ食ってますね、うん、食ってるよね、この辺ねちゃんとやメンテナンス、前のお母さんしてんのかなっていうことはありますけどね。まあ、なんせ平成12年式で古いですからね、まあ、20年超えればもう旧車のね、あの仲間入りですそうですね、はい、社長、はい、こんにちはどうされましたか。あの、はい、まあ、こちらもね、今撮ってたんですけど、はい、なかなかいろいろね、テイク終わりそうな車ですオイルなんてひどかったですね、梅山さん、オイル様にベトベトですよやっぱあれだね、20年落ちでなると傷んでますね、綺麗な車なんてほぼほぼないと思うよね。やっぱダメだな、20年以上経ってるよね、売り合わせちょっときついな、ちょっと折り合いつかなそう。今ちらっとさ、はい、オイル漏れとかの部分見たけど、はいはい、さっきのムーブと違って修理すればできないことはないと思うんですけど、はいはい、直せないことはないですよね、直せないことはないけど、うん、してお金よ、ね、そう、これを直して20万円、30万円っていうお値段で店頭に並べることができるかっていう話ですよね。そうですね、全部直してきついよこれやめよう、やめです、これやめです、やめですね、とりあえずやめよう、そのハッソリ、そうですね、無理に仕上げる余裕かは、うん、ここなんかこう最近あったかくなってきたからさ、はい、こういうターボ車コーナー作りたくて、あ、古いのでちょっと挑戦しようと思ったんですけど、はい、激沈しましたね
だムーブといいこいつといい連続で連続で間に合った社長まあそのリスクはあるではね、そうそう分かってて買ってるから痛んでんだなっていうのは分かってた上で、ただその直すのに、まあ、お金がどこまでかかるかかかんないかなんですもんね、そうそういうこと、ね、結局振り合わせがつくレベルかどうか、今回あのムーブとそれに関してはちょっと売り合わせよ、ね、そうですね、厳しい感じですね。ムーブはもうあれはもう無条件であれは無理、どうにもなんないですもんね。あれはどうにもなんない、ただこれに関してはやるようによっては直せると思うんですけど、うん、コストが合わないね、合わないですね。とりあえずでもこれさ、まあ、ガクトにせっかくだからいい勉強だと思うんだけどさ、はい、最近うちで触ってるあの JC1 のライフとか、はい、あと、まあ、ZEST もそうだけど、あとムーブとかあるじゃん、ああ、はい、LA100K とか、うん、めちゃくちゃいいで、めちゃめちゃいいっすねめちゃくちゃいい、こういうの踊りのと比べるとめちゃくちゃいいで、そうめちゃめちゃいいですねやっぱね。そうあの俺もこの車の業界でこうやってさ十何年商売やってきてるけど、昔の車ってまあこれはもう平成十何年になってるけどさ、2年とかですね、な、うん、なんだか平成一桁台の車もやっぱり見てたんだけど、はい、悪かったもんね、あの当時の傷んでるのは当たり前だったし、こういう風にもうオイル漏れとかも普通にやったし、はいはいはい、ふめもさんちょっと待ってしよう、あ、今ね、ふめもさんモザイクかかってますよ、すごい、ふめもなんか分かるでしょ、え古い昔の車って感じだよね、うん、そうそう、旧車旧車旧車って感じだよね、傷み方が、うん、そうそうそう、ね、このヘッドカバーのあたりもさ、そのにじみ方なんてマルキー旧車だよね、うん、本当に、うん、どんだけコベコベになんないから今の車ってさ、そう、うん、上も下もひどいっすね、上も下も、あ、上も下もね、はい、ひどいっすよね、それこそ何でもさ、今のが上もさんも、今の平成20年式前後くらいの中古車って、うん、いいよね、いいよ、そう、本当に、うん、20年後とかね、ね、こういうのを見ると、うん、本当に車としてだいぶよく仕上がってるのが今中古車、うん、あの中古車の、なんつうのかな、流通されてるなってイメージだね、うん、そうです、ここまで20年も前の車だとやっぱこういう風に傷んでるのがもう当たり前なんだ、でもこういうの見るのも自分からしたら勉強っすね、でもね、そうそうそう、だと思うよ、おめえる年上だべ、うん、2個上です、2個上だべ、バクトの2個上のある年先輩っす、おめえの先輩だからいい勉強だべ、そうですね、ああ、インタークーラーに入ってたトンボで遊んでます踏みますやーべえ今回は、はい、まああの授業料だと思って、はい、ね、勉強でした、いや、やっぱダメだな、そうですね、やっぱこういう風な古い車はもうリスクの塊だね、はいはいはい、なんでじゃこれも改めて、しかし久しぶりに買ったけどさ、こういうのさ、はい、やっぱりこういうもんでした、はい、諦めます、諦め2台ともダメでしたね、ダメでした、パーストリーパーストリーオークションで踊りか、それはどっちかっすね、パーストリーか、オークションに出しちゃうか、もう一回な、まあそれでも、うん、はい、ふめもさん、はい、まあ、はい、今ね、2台、うん、古い面白い車、そうそう、ね、失敗しちゃったんですけど、うん、次ね、こちらのライフ、ライフね、実はね、これね、久米門さんのとこでどうしてもね、大半が厳しいということで、社長にお願いしてね、はい、買い取ってもらって1台だったんですけど、はい、これもね、一応点検ということでね、はい、まあ見ていきましょうって、ね、そうですね、考えましたけどね、さあ、あ、社長、はい、こんにちは、こんにちは、さっき動画撮ってて失敗しちゃったんで、あの車がダメだったもんで、はい、とりあえずこれすごい走行距離乗ってる車、19万キロ乗ってる JB7 ターボの、うん、ライフ、ライフですね、 JB7 のライフなんです、19万キロ乗ってるの、19万キロ、そう、19万キロ乗ってて、ほんでなんで俺これさっき動画切ってんだけど、はい、まだ撮ってってもいいんだけど、はい、この車の違い、はいはいはい、違いがあのさっきの車たちと比べた時に、私がさこのくらいの JB5 とか JC1 とかよく触るじゃん、はい、でなんでこんなのばっかり触っていくかっていうのが非常に分かりやすい、いい例として、いい例、エンジンの周りとか今ちょっと映してもらってるんですけど、はいはいはい、まあ今文山さんとじゃ一回撮ってみてもらって、うん、そうですね、じゃあ一回上げてもう一回見てみますね、リフト上げてみましょう、はい、さっきのと比べると本当にいいですね、車の違いっていうよりかは僕思うんですけど、はい、やっぱりメーカーの違いっていうのはあると思います、あ、それもあるんですかね、やっぱりホンダさん優秀、優秀ですね、これだけ距離乗っててもね、加速高でもこういったオイルなんてはね、ただね、しっかりね、この車はメンテナンスされてきました、それまで、ああ、なるほど、うん、だからそういったなんていうのかな、
ダメなとこってね、なかったんだと思いますけども、それにしたってもね、仮走行でもこんだけ綺麗にね、まあ、エンジンがね残ってるっていうね状態で、でもさっきの見てからだと本当に、ね、この辺とかビタビタだったからね、本当っすね、うん、社長いいっすね、すごくいいね、19万キロなんだけど、うん、まあいいっては言えないけど、19万キロだから、まあ、完璧だって言えないんだけど、うん、でもさっきみたいな車と比べた時に距離が乗ってるのにいいんだよ状態、ね、サビの状態とかにしてもさ、うん、まあ、この辺はサビてんだ、この JB こうモデルのはこの辺サビんだけど、はい、別にフレームが穴開いてるとかでねえじゃん、これそうですね、でさっきもさ、ムーブみたいにこの辺がほらサビが出てるとかでもねえじゃん、これそうです ね、 走行距離は乗ってるよ、うちの方が認識的にこれ17年だか18年だかこんなもんなんだけど、うん、ちょっとまあ新しい感じのモデルにもなってきてる一部なんだけど、はい、距離乗ってでもやっぱりこういう風にいいのは多いんだよな、作りの問題なんですね、特にこの私よくこの JB5 のライフ随分昔からおすすめですって言ってるんだけど、はい、このオイル漏れのなさなるほど、漏れなんて見たことない、それが一番やっぱりこれがすごくいいでね、漏れてるのも中にはあるけど、あってもねヘッドカバーフッキングぐらいだよ ね、 そうだね、うん、タイミングベルト交換するとき一緒に交換したいから、そうなんで、うん、本当にこのモデルが優秀だなっていうのがすごい現れてる、19万キロなのにこんなに綺麗なんだよ、ね、19万キロですからね、ああ距離は乗ってるけれども、本当は動画撮るつもりじゃなかったんだよな、そうですね、動画撮るつもりじゃなかったんだけど、あまりにもさ距離のくせに方がいいかったかな、まあ、さっきの見たっていうのもあるんでしょうけどね、でっから予言だったけどただね、当時ねこんだけね優秀な車だったではあるんですけども、あの鈴木さんとかダイハツさんのね車から比べると若干人気はなかったんですね、バカ売れしたっていうわけじゃないです当時、うん、今改めてね見てみると、まあ当時の車としては優秀だったのかなっていうね、思いますよね、なんかなんつったらいいんだろう、値段と人気と耐久性が比例しないって、うん、私、うん、この YouTube チャンネル始まった最初の時の動画でよく喋ってたんだけど、はい、値段と車の耐久性は比例しないっていうのが、うん、高いから壊れないとかこんなのは全然関係ないんだよね、はい、うん、人気がねえから安いっていうのもあるし、この JB5 なんて私よくおすすめしてるのが、まあ今文山さんも言ったけどさ、はい、人気があんまりなかったんだよね、だから中古車相場も安いんですよ、はい、このくせこうやって結構故障比率が少ないようなのが多くてね、耐久性が高いね、うん、本当にいい例だこれは、まあ一応、はい、まあ、とりあえずこれ距離めちゃくちゃ乗ってるんだけどまあ今からまあ点検かけて、なんだっけ、タイミングベルト意識交換ね、そうですね、 あれはあと今日はとりあえずフラグの交換度が、うん、あの学徒ができとか、オイルだったりとか、お前ができとかだけやっといてもらって、ふみおもさんのご指導、ああせっかく来てくれたから、せっかくだからふみおもさんにちょっと見てもらいながら、はい、で、あと、ベルト類意識交換は、しがちゃんのほうさせてもらったりね、はい、そんな感じで、あまりにも、最後にメーターだけ映しておいて、あ、本当に距離が、うんうんうん、うん、まあ一応、とりあえず、はい、じゃあメーター映して締めます、ね、了解です、この後どうか、はい、じゃあまた続けていきます、よろしくお願いします、で中のメーターね、本当に本当に19万キロなんですよ、なんかこのカメラが入りづらいな、こっから見えるかな、本当に19万42キロ本当に19万キロなんですよ、よいしょ、まあ、でもねその割にはいいとは言えないかもしれないんですけど、19万キロの割にはね状態は悪くなかったです、下回りも、はい、宮本さん、本当に19万キロ走ってもだもんね、こんなんね、うん、そうですね、うん、でもすごい、ね、状態良かったと思うよ、さっきの車を見てからと余計に ね、うんうん、思います、本当に、いや、うん、優秀ですね、まあ、本当さん優秀ですよね、優秀ですね、宮本さん、じゃあ今日はね、いろいろ協力してくれて、ありがとうございました、これからも一緒に頑張っていきましょう、ね、じゃあこれ低価格車専門店ピース、これからもぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。